はい、こんにちは。札幌占い病室早見橋のことです。今回はちょっと皆さんにお詫びをしないとダメだということでございまして、コロナで負けました。閉店いたします。今まで応援してくれたお客様、期待を持ってご来店いただいてたお客様、大変裏切るような形になってしまうんですが、エステサロンの方を閉店させていただきます。今回閉店になったいきさつなど、リアルガチな情報、どういう数字とかもね、公開したいと思います。まあ、これはね、次回の動画で公開したいと思うんですが、僕とね同じような失敗をしてほしくないので、これは、隠さず、全て、数字の部分も公開したいと思います。あとホットペッパーさん、まあ内部事情の部分だったりとか、その辺をちょっと公開したいと思います。1年ちょっとかな、エステルームをサロンの奥の方に増設をして、個室を作ってそこでエステルームをやっておりました。でお店の看板も全部取り替えてですね、機材も全部揃えました。脱毛器、それからハイフの機械ですね。はい。ちなみに脱毛器は1回壊れてしまって、もう1台買ってですね、2台買った形になります。あとハイフと、あとはラジオ波の機械ですね。その辺もちょっと、その他もいろいろ、コロナを言い訳にはしたくないです。コロナだけではないと思うんですよ。ただ今回のね、失敗を皆さんに公開して、同じようなことならないように、していただければいいかなというふうに思っております。美容室の方は継続してやっていきますので、今回はエステルームのみ、閉店という形にさせていただきます。ぶっちゃけ言うと1回も黒字になったことがないんです。全て赤字でした。全て赤字です。ちょっと笑うしかないんですけど、なかなかね、今セルフエステが出てきたりとか、いろんな、同じようにね、ハイフをやってるサロンもありますし、脱毛もそうですけど、なかなか難しくてですね、細かいことはまたね、長くなってしまうんで、今回はちょっと割愛させていただくんですが、どういうことやってったかというと、僕はまずぶっ飛びすぎてたなっていう部分がまずありまして、まず最初、今コロナ禍で海外に行けないじゃないですか。で、僕がイメージしてたものって、海外の例えばアジアのバリ島のスパとかね、そういうとこでスパ受けてるような感覚を楽しんでもらいたいなって、旅行が今行けないので、そういうことですね。まずじゃあ VR だなということで、 VR、 これも2台、1台目はスマートフォン入れるやつで全然画像悪くて、で今ちょっと次はこの VR 購入してやったんですけど、これがまた問題で、景色は綺麗に見えるんですよ。映像もすごく綺麗なんです。ですけど、VR って360度じゃないですか。僕気づかなかったんですけど、エステルームでベッドに寝たら天井向くわけですよ。ですよね。で、僕はバリ島の景色だったりとか、南国のね、青い空、それから海とか、そういうのがこう見えながら、ちょっと波の音が聞こえたりとかね、いいかなと思ったんですけど、これね、なんせ上を向くと空しか見えないんですよ。空の鳥が飛んでるやつしか見えなかったりとか、本当に空しか見えないんですよね。なんでよくわからないんですよ。こういう状態で使わないとダメなんですよ、これって。ここが気づかなかったところなんですよね。で、いまいちちょっとね、かつ VR ヘッドスパも僕が思ってるほどお客さんが求めていなかったっていう部分もあります。あんまり VR っていうよりも癒しをとりあえず癒してくればいいよみたいな、頭皮洗浄っていうのをやってたんですけど、内容はもうこの辺の地域をかなりリサーチもしてますし、お店も行って実際に手術を受けて
そこら辺には負けないような手術を内容としてはやってこれたんじゃないかなと思うんですけど、やっぱりですね、お客さんが求めてるものってまたちょっと違ったので、実際に VR ってあんまりね、まあ、これからはどうかわからないですけど、ちょっとね外れてしまったなっていう部分があります。あとは脳をいじりたいなと思ってて、もう脳みそからちょっといじっていきたい。で、自分で、音楽を作りまして、で骨伝導でこういうの使うんですけど、これで骨伝導で流すんですよ。で 脳にこうね、4096Hz がずっと流れてるものだったりとか、そういう音楽を僕が自分で作って、でそれを流してですね、で骨伝導から4096Hz をこう脳の方に、脳みそまでこうちょっと癒せるような、まあ、そんなようなね、ちょっと考えてみます。 VR しながらですよ、骨伝導するわけですよ。これ音楽が流れてる波の音と、あと 4096Hz がこう流れるわけですよ。いや面白いんじゃないかなと思ってやったんですよ。これもね、求めてる人がちょっとね、もうちょっと宣伝して、まあ、また地域的な問題もあるのかなと思うんですけど、結構面白いかなと思ったんですけどね、外しましたね完全に。うん、あとはまあ、あとはね、まあ、よくある、まあ、スコープ使ったりとかしてね、実際に頭皮の状態を見て、でハーブを使って、頭皮の洗浄をして、マッサージしてっていう内容だったんですね。まず1個のヘッドスパのメニューに関しては、あ、うちに働いていた、あ、うちのそのエステの女の子の S さんっていう子は本当に一生懸命やってくれて、まあ、年間でね、ホットペッパーのブログだけでも1000記事くらい書いてくれてるんですよ。1000記事ですよ、結構大変ですよね。1000記事って1000記事以上なんですよ。それを1年以内に書いてるわけですね。で、かつインスタグラムとかもアップしてもらってて、1日何十件もアップしたりとかね、してくれてるぐらい頑張ってくれてて、で手術もマッサージもね上手な子だったんで、すごくヘッドスパもね上手だったんで、内容的にはね良かったと思うんですけど、まあ僕の戦略ミスですね、ちょっとぶっ飛びすぎましたね内容的には。まあ結局はハイフとかがね結構当たってるような感じでしたね。脱毛もやっぱりサロンが多いんで結構厳しいですね。まあメンズ向けにやったりとか、まあいろいろちょっとやってみたんですけど、なかなかうまくいかなくて、あとまあタンニンとかセルフタンニンみたいなのをやったりとか、あとはまあイヤーエステ、耳のエステとかやったりとかしました。まあ結構耳のエステもね面白い内容だったかなと思います。まあでもね、やっぱり結果が出なくて、まあ1年以上赤字の状態が続き、一番のまあ後悔というか、自分が思ってる部分に関してなんですけど、お客様に来ていただいて、応援して来ていただいた方にまず申し訳ないという部分と、あとはそのエステの子に結果を出させてあげれなかったという部分ですね。一番はやっぱそこかなと思います。まだね、美容学校免許取ってね、間もなかったんですけど、まあ、とりあえず結果出させてあげたいなと。やっぱうちの一緒に考えた手術の内容、オリジナルの手術内容っていうのを、まあ、これから広めていけたら面白いかなと思ったりとか、そういう戦略を立ててました。ですけどやっぱりそのビジネスって、まあお客様が求めてるもの、そこをまあやっぱりやっていかないとダメだなっていうのがやっぱ基本的なところなんですけど、僕はどうしてもちょっと職人気質なんで、まあ、誰もやってないことだったりとか、まあちょっと新しいことにどうしてもその興味がいってしまう、やっぱりその職人なんですよ、僕自身がね、職人で経営者ではないんですよね。経営者としては資格ですよ、向いてないというか。まあ美容もそうなんですけど、やはり当たり障りない技術をこうやって店舗展開するっていうこと自体がまあ興味がなくて、やっぱりちょっと尖った感じ、
まあ、他のサロンさんができないようなことをちょっと僕はやりたいなっていうふうに美容室の方では常に思ってて、常に検証とかも繰り返して、繰り返して研究をしてるんですけれども、まあ、エステの方もね同じようにこうやってたんですけど、やはりなかなかね難しかったと。まあ、あとは、まあ、エステルームと美容室の方がつながってたんで、天井がねやっぱりあの個室だったんですけど、やっぱり声が聞こえたりとか、まあ、シャンプー台のすぐ隣だったんで話し声だったりとかね、まあ、お客さんもリラックスできなかったのかなっていうのもちょっと口コミになんか見て思いました。まあその辺を踏まえてね、もっとその詳しい内容とかを発信して、これからまあ皆さん美容室の方で、ちょっと空いた隙間を使ってね、何か違う事業をやりたいと思ってる方もいらっしゃると思うんですよ。でそういう方に、失敗してほしくないので、そういう意味も込めて、完全暴露したいと思います。はい、それは次回の動画でちょっとやりたいと思います。はい、とりあえずですね、今回まあ、僕のね、職人気質なところがちょっと裏目に出てしまい、皆さんにちょっとご迷惑をおかけしまして、大変、申し訳ございませんでした。本当にリピートして通っていただいたお客様も結構いらっしゃいましたし、まあ、今回は難しかったなということで、まあ、どこかでねやっぱり区切りをつけないとずるずるちょっと行ってしまう状況ではあります。これは僕の完全な戦略のミスですね。まあ、それ以外にもちょっとお話しすることがためになる話になると思うんで、ぜひちょっと次の動画を見てみてください。これからも早まかし応援してください。美容室の方は継続してやっていきます。YouTube も頑張ってアップしますんで、皆さん、応援お願いします。現状やってることとしてはオリジナルのトリートメントだったりとか、あとはオリジナルのシザーとかね、そういうのは使ってまして、興味があれば DM いただければ ありがたいかなと思います。ということで、今回はこの辺で、締めくくりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。